にちは、花城ココアです。今日はチキンナゲットを1キロ食べたいと思います。ちなみにこのチキンナゲットは業務用のものを買ってあげました。ポテト、オニオンリンゴに続いて何度かナゲットを食べてほしいっていうコメントもいただいてたのでね、早速食べていきたいと思います。それではいただきます。ちなみに見ていただいてわかると思うんですけど、この辺はね、揚げる時間を失敗しました。いただきます。このナゲットはね、ほのかにね、お塩が振ってあるだけで、あとはシンプルな味だからさっぱりしてて美味しいですね。じゃあ焦げたやつ。焦げたやつは焦げたやつで美味しいですね。ナゲットって確か私最高でもね15個ぐらいしか食べたことないんですよ。マックで出てる15ピース入ってるやつ、あれはね1人で食べたことあるけど、こんなに食べるのは初めてかもね。美味しい。お腹空いてたから黙々と食べちゃう。喉乾きますね。そういえばね、このお皿ね、めっちゃくちゃ和柄なんですけど、これね、銚子丸のお寿司を出前で取ったんですよ。そしたらね、おしゃれな入れ物に乗ってきたんですよ。なかなかさ、こんなに大きいお皿ないからめちゃくちゃいいなと思って洗って取っときました。でも結構丈夫なの、何回も使えそう。いやー、銚子丸美味しかったなー。物心ついた頃にはね、銚子丸とかよく連れてってもらってね、もう美味しくて美味しくていっぱい食べまくりましたね。多分ね、食欲旺盛だったからお会計がやばかったんだと思う。そこからはね、100円寿司にシフトされましたもん。まあ100円寿司もね、今侮れないですからね。くら寿司とかスシローとかめちゃくちゃ美味しいもんね。そういえば聞いてくださいよ。最近私ね、今更なんだけど、リングフィットアドベンチャー始めたの。ダイエット目的っていうか、本当にずっと家の中にいるから全然体力がなくなっちゃって、今までもね、外に出てアクティブに行動する方ではなかったんですけど、それにしても以前は週に3回ディズニー行ってたからね、めちゃくちゃ歩いてたんですよ。今ね、本当歩かない。もうスーパーまでしか行かない。だからこれはやばいなと思って。でね、この間動画にもしたと思うんですけど、久しぶりにディズニーシーに行ったんですよ。そしたらね、いつも以上にめちゃくちゃ疲れちゃったんですよ。これはやばい。体力が全くないって思って、だからね、体力をつけようと思って始めました。本当はね、お金かけずに外とかね、散歩しようかなって思ったんですけど、ちょっと今暑いかなって思ったんで、家の中でね、運動しようと思って。思いのほかすごい疲れるって聞いてたんですけど、実際やってみたらね、すっごい疲れる。足にくるんですよね。鳥膳っていう佐賀県の会社が作ってるやつらしいですよ。ちゃんとね、国産鶏肉なの。美味しいな。これね、電子レンジでやってもいいし、オーブントースターで調理してもいいんだけど、やっぱりね、揚げた方が美味しいってことでね、今回は揚げちゃいましたね。カロリーマシマシ。いやー、いい天気だな。すっごい綺麗なのよ、空が。あー、空飛んでるみたい。今ね、でちょうど半分食べ終えました。ケチャップとマスタードつけて食べたいと思います。じゃあまずはケチャップ。間違いない。じゃあマスタード普通のねノーマルのマスタードなんだけど、なんか酸味が強いからかな、あんまりナゲットに合わない。やっぱりハンバーガー屋さんについてくるマスタードって美味しいんですね。ナゲットに合いますもんね。これ全然合わないこれ1キロで50個入ってたんですけど、今30個ちょうど食べ終わりました。ここチューブ。同じ味で口の中が油って感じなので、ハーフタイムを挟みまーす。じゃーん、スイカバー。もう夏と言ったらこれですよね。私、ウリカアレルギーで生のね、ウリカのものを食べられないんですよ。これはね、スイカ果汁入ってるけどね、加熱されてるものだから食べられるの。じゃーん。かき氷とかシャーベットとかね、とにかく氷が好きなんですよ。そういえばね、ココチューブのオープンチャットでココナッツさんが教えてくださったんですけど、ガリガリ君のいちご味、あれが美味しいよって聞いたので買ってみたんですよ。そしたらすっごい美味しいの。まんまフレッシュないちごを凍らせたって感じ。ぜひね、食べてみてください。美味しいから。もう垂れてきた。早いな。じゃあね、続きから食べていきたいと思います。お口さっぱり。なんか白飛びしてる。なんか味変したい。でもケチャップとマスタードはちょっとくどいんだよなあ。マヨがあるじゃん。目には目を、歯には歯を、鳥には鳥を。プチュープチョンチョンチョン。さあこれでどうだ。鳥には鳥を作戦大成功。おいしい。美味しいんだけどね、ずっと食べてるとね、めちゃくちゃ水分持ってかれる。あー、お腹いっぱい。あとね5個なんですけど、ちょっと休憩してから食べたいと思います。はい、ということで続きを食べていこうと思います。ラスト5個食べます。やっぱね、一番マヨが美味しい。ちなみにね、どれくらい休憩してたかっていうと5時間本当はさ、30分とか1時間とか休憩してから食べようと思ったんですけど、洗濯物してたりとかいろいろしてたらね、時間が経っちゃって、でね、なんかね、疲れちゃったのかね、途中でお昼寝をし始めちゃった。もう5時間経ったら違う企画だよね。でもそのおかげで今日初めて食べてるかのように美味しく食べられる。ではついに最後の1個です。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということでチキンナゲット1キロを完食しました。美味しく食べられる量は1回で45個ぐらいでしたかね。皆さんもぜひ無理のない程度にどれぐらいチキンナゲットが食べられるか試してみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。ご主人様はママの子供に甘い、中途半端な私はダメ、働きたくない。やでお口がさっぱり待って、口の中が冷たくて舌が回らなくなっちゃった。